ボビー・ダーリンはアメリカ合衆国の歌手、作曲家、俳優。ジャズやポップ、ロックンロール、フォーク、スウィング、カントリーミュージックと様々なジャンルを手掛けた。ダーリンのキャリアはコニー・フランシスの作曲家として始まった。1958年のスプリッシュ・スプラッシュが彼の初めてのミリオンセラーとなった。その後のドリームラバー、マック・ザ・ナイフ、 ビヨンドザシーといった曲により、ダーリンは世界的に有名になった。1962年には、後に妻となるサンドラディと初共演した、9月にナレバでゴールデングローブ賞を受賞した。1960年代、彼は政治に対してより活動的になり、ロバート・ケネリの大統領選挙戦にも関わった。ケネィが暗殺された1968年6月5日の夜、 ダーリンは同じロサンゼルスのアンバサダーホテルにいた。同年、彼は母親ではなく祖母に育てられ姉だと思っていた女性が実際には母親であったと知った。これらの出来事にダーリンは深く影響を受け、長い引きこもり生活を送ることにもなった。彼はテレビでカムバックを果たしたが、子供の頃に患ったリウマチ熱の影響で健康状態が悪化していった。 長くは生きられないと分かっていたダーリンは若い頃から音楽によって励まされてきた。ロサンゼルスで心臓の手術を受けた後37歳で死去した。ダーリンはボルデンロバートカソットとしてニューヨークのイーストハーレム地区で生まれた。ダーリンは母方の祖母に育てられた。ダーリンの母、バニーナ、ジュリエット、ニーナカソットは百三十五年の夏十七歳の時に 彼を妊娠した。おそらく、この時代では、未婚のうちに妊娠することは恥ずべきことであったため、ニーナと彼女の母親は赤ちゃんを、ニーナの弟になりすませる作戦を立てたのであった。ダーリンの母系の祖父、サベリオ、アントニオ・ビッグ、サムカーリー・カソットは自称ギャングの一員の、イタリア系で、ダーリンが生まれる、数年前に肺炎により、獄中で亡くなっていた。母系の祖母、 ビビアン・ファーン・ウォルデンは自分自身をポリーと呼びイギリス系のボードビル歌手であった。ダーリンは生まれてからずっとニーナが姉でポリーが母親だと思っていた。1968年彼が32歳の時ニーナはダーリンに真実を話したが父親が誰であったか明らかにすることは拒みその秘密は墓場まで持っていかれた。この事実は彼にとって 衝撃的なものであったと伝えられている。13歳までに、ダーリンは、ピアノ、ドラム、ギターなどの楽器を演奏することができた。後に、ハーモニカやシロフォンの演奏も身につけた。ダーリンは幼い頃に、ブロンクスへ移り、名門のブロンクス科学高校を卒業した。ハンターカレッジに入るとすぐに、演劇の世界に引きつけられていった。わずかに楽器を過ごした後、 俳優の道に進むために退学した。ダーリンの作曲家としてのキャリアは、ニューヨーク州ワシントンハイツの菓子屋で出会ったドン、カーシュナーとコンビを組んだことから始まった。バブルガム・ポップをはじめとして、ジングルや曲を書いた。1956年、代理人がデッカレコードと交渉し、契約を結んだ。これらの曲がデッカレコードにもたらした成功は、ほとんどなかった。 ブリルビルディングの売れない作曲家一団のうちの一人であったダーリンはコニー・フランシスを紹介されいくつかの曲を書いた。二人は恋心を抱いていたが彼女の父親はダーリンをこのまず認めなかったため二人は別れることとなった。一時、ダーリンは彼女と駆け落ちをしようとしていた。ダーリンと結婚しなかったのは自分の人生において 最大の間違いであったとフランシスは語っていた。ダーリンはデッカを去り、アトランティックレコードのサブレーベルであるアトコレコードと契約し、作曲、編曲活動を行った。ダーリンが録音したハリー・ウォーレンのアイファウンド、エーミリオンダラーベビーはエルビス・プレスリーのスタイルで歌われたが、彼の個性とは合わなかった。 アトランティックのアームット・アーティガンに導かれ、1958年に発表したスプリッシュ・スプラッシュでついにダーリンの人気が出始めた。この曲はラジオ DJ のマレー・カウフマンと共同で作った曲である。ダーリンがマレーの自宅を訪問した時、マレーの母ンから電話がかかってきた。彼女は新しい曲のテーマをスプリッシュ、スプラッシュ、テイク、 A バスにしようと提案した。マレー、ダーリンは二人ともパッとしないテーマだと感じたが、ダーリンは、このテーマで曲を作れると言った。それから一時間もしないで、スプリッシュスプラッシュを書き上げた。シングルの売り上げは100万枚を超えた。コンビを組んでいたカーシュナーは、この曲作りには関わっていなかった。ザ・ディンドンズなるバンドと共に録音した別バージョンも、ブランズウィックレコードから出された。 スプリッシュスプラッシュでの成功に続き、ザリンキー・ディンクスの名義で、アーリー・イン・ザ・モーニングがリリースされた。この曲もチャート入りし、最高24位となった。1959年、ダーリンは自作したバラード曲、ドリーム・ラバーをリリースし、数百万枚を売り上げた。経済的にも成功を収めるようになった。次のシングル、マック・ザ・ナイフは、 クルトバイルの三文オペラで使われた曲でジャズポップ調で演奏されている。当初、ダーリンはシングルを出すことに反対していたものの9週連続で全米チャート1位を獲得し、200万枚を売り上げ、1960年のグラミー賞を受賞した。マック・ザ・ナイフは後に殿堂賞も受賞した。また、ダーリンは同年の最優秀新人賞にも輝いた。 ダーリンは続いて、ビヨンドザシーをリリースした。シャルル・トレネのフランス語のヒットソング、ラメールをジャズ風にアレンジし、英語で歌った曲である。どちらの曲も、アトランティックレコードのアームット・アーティガン、ネスヒア・アーティガンとジェリー・ウェクスラーがプロデュースし、リチャード・ウェスが編曲を担当した。1950年代後半には、ダーリンは、マンハッタンのディスコ、 コパカバーナで史上最高の客入りを記録したり、ラスベガスの主要なカジノでの呼び物であった。1960年には、シェルドン・ハーニックとゼリー・ボックの作詞作曲で、ブロードウェイミュージカル、テンダーロインの劇中歌、アーティフィシャル・フラワーズがリリースされた。子供の労働者の死をテーマにした悲劇的な歌詞が、ビッグバンドのジャズ風にアレンジされた曲調で歌われており、際立って対照的である。 1960年代、ドリスデイの息子、テリー・メルチャーと共に、音楽出版、制作会社を立ち上げた。ウェイン・ニュートンと契約し、ダンケシェーンをリリースすると、これが、ニュートンのヒット曲となった。ダーリンは、ロジャー・マッキンも指導し、バーズを結成する前までは、マッキンは、ダーリンのナイトクラブで12弦ギターを演奏していた。1962年、ダーリンは、 カントリーミュージックを作曲し始める。シングスや、You Are the Reason, I Am Living, 18 Yellow Roses などがヒットした。君のための、僕、別れのイエローローズの2曲はダーリンが1962年に移籍した、キャピトルレコードから発売された。ダーリンは1964年にキャピトルを去り、アトランティックに戻っている。1966年、イギリスでは、 最後のヒット曲となるティム・ハーディンの If I Were Acar p e n t のカバーをリリースした。ディズニー映画ザット・ダウン・キャットではオープニングエンディングの曲を歌った。ナンシー・シナトラの1967年のテレビ特番 m o v ン・ i n With Nancy ではディーン・マーティンがシングスを歌った。ダーリンはジェームズ・ダレンとは関連がないが名前が似ている年齢が 同じ二人とも映画ギジェットに関わっているティーン世代のアイドルとして始まり、さらに晩年にはポップジャスのバラードを歌った経歴も同じであり、しばしば混同される。ジェームズ・ダレンは映画で主役ギジェットの恋人を演じた。現実ではダーリンとサンドラ・ディーが恋人で結婚している。1959年秋。 CBS で放送されたジャッキー・クーパー主演のシットコムドラマヘネシーでハニーボーイ・ジョーンズ役を演じた。1960年には NBC で短期間放送されたスキップ・ホメイアー主演の犯罪ドラマダン・レイブンで自分自身の役を演じた。同年、彼はハリウッドの5つの主要映画スタジオと契約した唯一の俳優となった。彼は出演した。 いくつかの映画で作曲も担当していた。ロック・ハドソンとジーナ・ロロブリジーダ・シュエンのティーン・ウェジャー向けロマンチックコメディ映画、9月になれば、で、ダーリンは当時18歳のサンドラ・ディーと共演した。この映画で初めて知り合った二人は恋愛関係になり、その後すぐに結婚した。サンドラ・ディーは1961年12月16日にドッド・ミッチェル・ダーリンを出産した。 ディーとダーリンは他にも数本の映画で共演しそこそこの成功を収めたが、1967年に離婚した。1961年、ジョン・カサベティス監督のハリウッド主要スタジオでの初作品、蘇るブルースで売れないジャズミュージシャン役として主演した。1962年、9月になればでゴールデングローブ賞の新人男優賞を受賞した。翌年には、 突撃隊で主演団優勝にノミネートされた。1963年、ニューマンという男で演じた PTSD の兵士役でアカデミー助演団優勝にノミネートされた。カンヌ国際映画祭でもフランス映画批評家協会の最優秀団優勝に選ばれた。1964年、NBC の西部劇、滅場車隊で傷を負い、孤児に助けられた前科者を演じた。 1960年代になるとダーリンは政治に対して活動的となり彼が作る音楽もよりホーク調になっていった。1966年彼がカバーしたキム・ハーディンのイフ・アイ・ワー・エイ・カー・ペンターで2年ぶりにトップ10に返り咲いた。ダーリンは1968年ロバート・ケネリの大統領選挙戦に同行した。1968年6月4日 カリフォルニア州の予備選挙のため、ダーリンとケネディは、ロサンゼルスへ向かい、宿泊したアンバサダーホテルで夜に、ケネディが暗殺された。この出来事と、本当の親について知ったことも合わさり、大きな影響を受けたダーリンは、翌年の大半を、ビッグサー近くのトレーラーで隠居した。1969年に、ロサンゼルスに戻り、ディレクションレコードというレーベルを立ち上げ、 ホークソングやプロテストソングをリリースした。1969年シンプルソングオブフリーダムを作曲しティム・ハーディンが歌った。1972年7月27日 NBC のバラエティ番組ディーン・マーティン・プレゼンツザ・オビーダー・リン・アミューズメント・カンパニーに出演し9月7日まで7回にわたって放送された。NBC のよく似た番組ザ・ ボビーダーリン賞にも出演し、1973年1月19日から4月27日まで13回にわたって放送された。ダーリンはその後もテレビ番組のゲストとして出演し、トップクラスを維持していた。ダーリンは1960年12月1日に女優のサンドラディと結婚した。彼らは映画9月になればで出会った。 1961年12月16日に息子のドットミッチェル・ダーリンが生まれた。ディーとダーリンは1967年3月7日に離婚した。ダーリンの二人目の妻は法律事務所の秘書アンドレア・イエーガーで1970年に出会い、3年の同棲を経て1973年6月25日に結婚した。4ヶ月後の10月、 ダーリンの健康状態が悪化している中で死の苦痛から彼女を遠ざけるために離婚した。ダーリンは熱狂的なチェスプレイヤーであった。彼のテレビショーではたまにチェスの巧妙な手順を説明するコーナーがあった。ダーリンはアメリカ合衆国チェス連盟のスポンサーとなるように段取りをつけ、その賞金額は史上最も高額となるはずだったが、彼の死後中止となった。 ダーリンは8歳の時にかかったリウマチ熱で心臓を痛め、生涯にわたって病弱であった。1971年1月に2つの人工心臓弁を埋め込む手術が行われた。彼はその年のほとんどを手術からのリハビリに費やした。亡くなるまでの最後の数年間は、舞台やステージでのパフォーマンスの後にはしばしば酸素を吸入していた。1973年、 抗生物質を投与された後、重篤な排血症になった。彼の体はさらに衰弱し、心臓弁の一つに影響を与えた。12月11日、ロサンゼルスのシーダーズ・オーブ・レバノン病院に出向き、二つの人工心臓弁を修復するために、開胸手術が施された。12月19日夕方、5人からなる手術チームが6時間にわたって、 彼の傷ついた心臓を治療した。手術が終わって、すぐの翌日12月20日午前、ダーリンは、意識を取り戻すことなく、回復室で息を引き取った。37歳であった。ダーリンの最後の遺言は、彼の体を医療研究機関に寄付することであった。彼の死後すぐに、泣きは、UCLA メディカルセンターに運ばれた。1990年、ダーリンは、 ロックの殿堂入りし、親友のポールアンカが名誉を発表した。1999年、ダーリンはソングライターの殿堂入りした。シンガーソングライターのアラン・オデーは、ダーリンの死後すぐ多くの亡くなったミュージシャンを追悼する曲、ロックンロール天国を書いた。歌詞には、ダーリンやマック・ザ・ナイフが登場する。1998年、PBS によるドキュメンタリー番組、 ボビー・ダーリン、ビヨンド・ザ・ソングが放送された。2007年5月14日、ダーリンは、ラスベガスを、世界のエンターテインメントの首都にすることに貢献したとして、ラスベガス市内のウォーク・オブ・スターズにその名が刻まれた。ダーリンは、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームにも星が埋め込まれている。2009年12月13日、第52回グラミー賞で特別功労賞を受賞した。 1986年、バリー・レビンソン監督は、ダーリンの生涯をもとにした映画を撮影することを意図し、1997年までにはプリプロダクションを始めた。しかし彼はプロジェクトを諦め、ケビン・スペーシーとダーリンの息子ドットに権利が売却された。結果として、スペーシーがダーリン役として主演し、ダーリンになりきって彼の楽曲を歌った。映画では、 ダーリンの生涯のほとんどが描かれ、サンドラ・ D 役は、ケイト・ボスワースが演じた。ダーリンの財団とかつてのマネージャー、スティーブ・ブラウナーのの同意を得て、2004年のトロント国際映画祭で封切りされた。ドット・ダーリン、サンドラ・ D、スティーブ・ブラウナーは、スペーシーの作品に熱狂的に応え、制作会社は、積極的に宣伝したが、映画の評価は悪く、興業収入は低調だった。 しかしながら、スペーシーはゴールデングローブ賞のミュージカルコメディ、部門主演男優賞にノミネートされた。2016年9月、ドリームラバー、ザ・ボビー・ダーリンミュージカルがオーストラリアのシドニーリリック劇場で上演された。18ピースのビッグバンドにより、ダーリンの物語が描かれている。ダーリン役はデビット・ギャンベルが演じた。主なシングルの未記載。 ありがとうございます。